はい。今回は短期間重最強クラスであるベクターを使っていきましょう。ベクターの強い点は、なんといっても連射速度です。まあ、これくらい刀でいいでしょう。やはりベクターは強いですね、わら。なんか、ラグくない？やばい、負けそう。あっぷね。めっちゃギリギリ。相変わらずのクソエイム。一旦逃げてベクターで無双します。何やってんだー。恥なのか？この武器も恥なのか？